茅ヶ崎市立萩園の中学校は、神奈川県茅ヶ崎市萩園にある公立中学校。茅ヶ崎市立浜野郷小学校と茅ヶ崎市立今宿小学校の生徒が進学する。茅ヶ崎市内では一番新しい中学校で1986年4月11日に創立された。50分授業、2学期制、少人数クラスが特徴である。 12年ぶりに5クラス編成となった。ソフトボール部が全国大会に出るなど有名。20期生徒会本部がユニセフ募金を開始し継続されている。第20期中には様々な改革が行われた。萩園中学校の交渉は教員と生徒が協力して定めたもので、周囲の山形は萩の茎が風になびいている様子を表している。3つに分かれたブロックは 学区を構成している萩園、新田、今宿の3地区と3つの教育目標、1年、2年、3年などを意味する。ブロックの山形は屋上から見える強度の山、大山、丹沢、箱根と見ても良い。また、周囲をすべて合わせて、萩中を見守る、先輩各中学校と考えることもできる。全体を見ると、時計方向の渦巻きが広がっていくようで、 若いエネルギーが未来へ、そして宇宙空間に放出されていくのを表す。知性を磨き、創造性豊かなる人間になる。協力奉仕の精神を持ち、思いやりのある優しい人間になる。絶えず努力し、心身ともに健康な人間になる。男女ともに、森花絵デザインの紺のブレザーで、男子は灰色のズボン、女子は灰色のスカートを履く。リボンネクタイは、 儀式以外は自由とする。運動部サッカー部、女子バスケットボール部、男子ソフトテニス部、バレーボール部、陸上部、女子ソフトボール部、男子卓球部、女子卓球部、野球部文化部合唱部、吹奏楽部、調理手芸部、美術部学級委員会、図書委員会、保健委員会、美会委員会、放送委員会体育祭、合唱コンクール、修学旅行、球技大会、 遠足、卒業式、入学式、キャンプ代々クラス全員で協力して行うのが伝統で、2014年より部、活動対抗リレーが始まった。以前は、京都、奈良であったが2016年度より、京都、広島に変更になった。以前は、小出川探索であったが2015年より、佐島、2016年度より、ソレイユの丘となった。 2014年度より2年生から1年生へ変更となった。ありがとうございます。